アンヘル・イスラエル・メナデルガドは、エクアドル・グアヤス・ケン・グアヤキル出身のプロサッカー選手。リーガ MX のクラブレオンに所属している。ポジションは MF。2004年に CS ・エメレクのユースチームに入団。2007年にプロ契約を結び、トップチームに昇格。昇格後は、出場機会に恵まれなかったものの、2010年シーズンに、 ローン移籍したデポルティーボクエンカで30試合5得点を記録。エメレクに復帰後はチームの中心選手となり、2014年シーズンから3年連続で2桁ゴールを決め、2016年シーズンは自己最多の16ゴールを記録した。2017年2月、メキシコリーが MX のクルス・アスルに移籍。途中加入した2016から17シーズンは16試合5得点。 一記録。2018年3月10日の CF パチューカ戦では、当時、ホンダ・ケースが所属していたチームに対し、この日3点目となるゴールを決めるなど、5から0の対象に貢献。2018から19シーズンは、出場機会が減少し、2019年1月に、クラブレオンに移籍。加入後は23試合14得点を記録した。 2014フィーファワールドカップのエクアドル代表の候補に上がっていたものの落選。2015年3月のメキシコ戦で代表デビュー。2016年開催のコパアメリカセンテナリオに出場。コパアメリカ2019のメンバーにも選出された。ありがとうございます。